ボティクス学科ではメカトロニクス、情報工学、環境科学を基礎としつつ広く人間環境の改善につながる工学分野の教育と研究を実施しています。ロボティクスという学科は電子物理や情報科学、電気や機械といったさまざまな幅広い知識を学ぶことができるので、そういったところからまた自分がこれから社会に出ていく中でいろんな道が広がると思って選びました。もう一つが名前がかっこいいというところです。ロボティクスという、ロボットの名前というものが国公立では、あまりないのでかっこいいなというところから選びました。メカトロニクス分野ではロボットにより複雑で知的な動作を行わせるための研究が行われています。情報分野ではカメラをコンピューターロボットの目として使用するコンピュータービジョンに関する研究を行っています。環境科学分野では自動車やロボットの電源として期待される固体高分子型燃料電池などの研究開発を行っています。電子制御分野では障害者用の電動車椅子制御システム開発など福祉機器の研究開発が行われています。人が良くて互いに切磋琢磨できる仲間がいるところが一番いいところだと思います。高齢者の方やその身体障害者の方にも役立てるような 今あるその介護ロボットよりもさらに良いロボットを作ってみたいです。このように環境ロボティクス学科では近未来の生活環境を創生するをスローガンに未来の生活環境に必要な新技術の研究開発を行うことのできる人材を育成します。